お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、キョスケバルーンの方を使っていきたいと思います。っていうことで、まあ、デッキがですね、こちらの、まあ、キョスケバルーンのフリーズで、あとはまああれですね、最近まあメガナイトホグだったり、なんだろう、前はメガナイトロイジャイかとかにも入ってた、まあその枯渇ですね、まあ、よく見るこの枯渇枠に、まあ、キョスケバルーンをぶち込んだだけなんですけど本当に、まあ、そんだけなんですけど、まあ、これがね、意外と強い。っていうか、もうこの枯渇が強いから、結構この5枚を固定してね、この5枚固定して、あとこの3枚をね、自分なりに組み込んでみるだけで、もうそれだけでね、正直強いです。本当に。なんで、意外となんかデッキなんか作りたいなと思ってる方は、このキョスケバルーンだけを、あとは、なんだろう、あの、ラムライダーと、なんかとか、なんかと、まあ、なんかみたいなね、感じでも変えるだけで強いです。もうそんだけでね、普通になんか結構強いデッキができてしまうような感じですね。もうフリーズと枯渇がすごい強いっていう話なんですけどね。で、まあこのキョスケバルーンは、先日、まあ、昨日かな、多分。昨日のクラロアコロシアム、そのドズさんのそのイベントなんですけど、クラロアコロシアムっていうところで、まあ、使ってね、ドズさんとボンさんにそのデッキ動画出してよみたいな感じ言われたんでね早速なんですけど、もう動画にねやっていこうと思います。で、これはね、意外と、まあ、キョスケと、まあ、あとこの周りがすごい強いんで、スケブトギャング、コウモリ吹き矢プリンっていうのがなんか思った以上に防衛力高くて、だから結構フリーズとかで攻めた後って、なんか守れなくなったりするんですよね。けど、意外と、結構攻めすぎちゃったかなっていうところでも、なんかスケブとか、ギャングでね、一気にアド取り返したりすることができるんでね。まあ、まあ、そういう部分ではこのデッキの強みではありますね。よいしょ。相手は、まあ、予想だけど、スケフリーポイズンのペッカぐらいですかね。わかんないけど。最近でもよく当たるんですよね、この僕の変な予想が。スケーフリーポイズン、ペッカーアーチャーでしょ、多分乗り場がないと思うんだよね。これビビドラだったよね。ビビドラならいいや。上げて、ワンチャンね、もうフリーズだけで落とせる。アーチャーでも来るか。あ、右残り。でかい。しかも俺の方が後にフリーズかけたから、一発で、でかい。この一発がでかいですね。で、ワンチャン、スケラ、スケラに対して、吹き矢を絶対取っとかないといけないけど、フリポイが厄介ですね、フリポイ。フリーズだけだったら結構、後からスケブ出したりとかで、なるんだけど、フリーズからのポイズンで、僕のこの枯渇たちが全部どっか行っちゃうんですよね。そんなに。だから、それがやばいんすよね。まあでも、吹き矢は多分回るから、一回出して、ロリババ使わせて、後ろギャングからの、アーチャーマンのか、君。これ、チャッチャフリーズしとこう。で、防衛フリーズ使わせて、で、ここでスケア来ても、吹き矢とかで守れるっていう。いや、入んないか。で、これ右に来るかな、もしかしたら右に来ますね。いや、来ない。まだ来ない。ギアを割いた。で、ここでバルーン出して、どうせオーブンで釣られちゃうんすね。端前。よいしょ。ペッカで止めてくる。いや、でもこれ、もう止まらんくね、君。止まるやん。余裕で止まるやん。これがやばいですね。もうフリーズ。強さを物語ってますよね、もう。フリーズ強いですよって言ってるようなもんですもん、これ。でも、もう、この流れで一気に攻めちゃいます。こっちの方が回転が早いんですよね。だから、あれは結構苦しいから。お、え、むしった、むしった、むしった。あ、ふちったようなもんですけど。いやー、でもこの巨助の爆破でアーチャーどっか行かないかな。あ、一体どっか行った。なかなか苦しいですね。まあ、ベビドラさえも入れたくないんでね、もう。で、今、ポイズン使った。よいしょ。これ、バルーン飛ばしたいけど、
オーブン来るかな。いや、ロリババからのだ。気づいた。え、うまくね。さて。で、どうせベビドラだから。あ、待って、教室帰ったわ。勝った。うん。まあ、バルーンをね、もっと決めたかったんですけど。まあ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 。意外とね、この枯渇が。枯渇が、まあ、吹き矢にロリババ打ったら、ギャング、後ろから出してあげるとか。ギャングにロリババ出したら後ろから吹き矢とかでね。意外と、まあ、バルーンメインなんですよ。バルーンメインなんだけど、バルーンを使わずにでもね、ターン落としちゃうっていうのはありますね。よろしく。で、逆にそこで相手がバルーンないと思ってるところを、結構軽くね、メガゴとか、トルネードとか使ったところに対して、一気にバルーンを刺していくっていうのがすごい強みですね。はい、というわけで、相手日本人の方ですね。ポロンさん。ポロンさん。大好きな人だな。ポロン。ポロンがついてる。なんちゃらポロンさんがすごい増えたんですよね。ポロンさん大好き漫画多い。ラットだと、ラットだと名前つけにくいですもんね。なんか、本当に、全く見ない。まあ別に全然いいんですけど。よいしょ。これ最後フリーズ防衛で。じゃこれも、今ザップ使ったから、いてー、危ねえ、耐えたけど、相手テンプレラバルっすね、多分。久しぶりに見た。メガゴガゴ、テンプレラバル。だから、僕は、あれだな。吹き矢プリンのギャングコウモリを横回転で回して、ラバルに対しては、立ち回る感じですかね。で、相手、キョスケ。これ、縦線とか使ってくれると、意外といい。で、あと、陸が相手、墓石だけなんで、キョスケコウモリか。これ多分キョスケだけでも苦しいんですよ、相手。でも墓石あるから、コウモリぐらい流して。あ、これキョスケギャングだ。これ最強だ。気づいた。これ今ザップ使ったから、相手これが、ワンチャンキョスケが、押し込め、押し込め、押し込んで。で、フキアとプリンを、同じ位置で殺されない、まあ、処理されない位置に出してあげて、で、ここのスケブでね、延命、まあ、フリーズでもよかったんだけど、どうせスケブそんな使うことないから、OK。あれ、しかも、右側が、めちゃくちゃダメージ入ってますね。OK。これも一回同じことしますね。で、もしかしたら、無視されちゃう、ですね。でも、そしたら、ここで、僕はでもフリーズ防衛があるんでね。フリーズ防衛をしっかりやっていきたい。この吹き矢がマジで最強。フリーズ OP。マジでやばいっすね。吹き矢でこれバルーンもう壊しちゃうから、そしたら、正直ね、全然怖くないっすね。よいしょ。でもこれを繰り返してあげると、相手からしたらもう、本当に泣きたい。今ザップ使ったんでね、フリーズからの、まだコウモリ。で、吹き矢に5打ってきても、もう一回吹き矢、まあ。みたいな感じで、このキョスケとバルーンを、まあ、相手出さずにですね、まあラバとか、対空、まあ、相手が対空だったんでね。まあそういった時には、まあ、こんな感じで、枯渇枠、まあ、4つかな、4つ。まあスケブは、まあディガーとかだったら、ターゲー受けでいいんですけど、まあラバルだったら、この4枚と、まあフリーズで回してあげると、まあ高回転でね、対空ばっかで防衛できちゃうんでね、今みたいに。まあ、今のは結構いい感じに守れたかなと思います。よいしょ。はい、というわけで、まあ、ラスト。まあ、今のところやばい。さっきバルーン出した？バルーン初め出したか。本当にこれ、強みがね、このバルーン、張るのも大事なんで、最後はバルーン決めて勝ちたいなと思います。よいしょ。相手は、まあ、クロスか26ですね。これ意外と相手のデッキ分かることがすごい大事で、相手のデッキを分かるだけで立ち回りも変わりますし、すごい刺すタイミングが、バルーンをいつ通せばいいのかっていうのすごい分かるんでね。対空を過ぎた瞬間にもバルーン出せば通るんでね。相手ホグですね。相手は 2.6 ホグ。なんで、まあ、コウモリを、まあ、これから取っておきたいですね。そしたら、コウモリがすぐホグに対して防衛強いんで、よいしょ。で、こう一応吹き矢出して、
ッケー。で、復帰やに多分ロリババ、あ、うっと、あ、待って、避けた。あー、惜しいな、君。惜しい。まあ、けど、コウモリやればホグは止めれるけど、アイゴルホグをされちゃうと、まあ、ちょっと厄介ですね。ちょっと厄介。でも、相手はバルーンをマス系でしか処理できなくて、まあ、大砲でね、2周目大砲とかでうまーく金魚で連れて行かれることもありますけども。もうバルフリが、たぶんあっちからしたら結構きついと思うんで。よいしょ、まあ、血流キョスケで、もういいかな。することないし。でアイゴルホグされたらその瞬間にギャング出してアイゴルを急いで溶かしてからのウッド打たれるんですけど、まあ、そこでコウモリですね。これも気をつけばるんでいいですね。もうこれだけで、しかもこれ相手大砲の位置も釣れないんで、これでフリーズしちまえば勝ちですね。よいしょ。あ、でもこれがやばいわ。気づくのやばい。やった。これ多分どうせ打っとくるから出さないから遅れて出して OK みたいな感じで、まあ、デッキ、まあ、相手が基本的に多分ね、こういうのいう枯渇デッキを使ってると多分ほとんどの人が読みウッドしてくると思うんですよ。だからワンテンポ待つのはすごい大事だと思いますね。多分大砲で処理してくるのかな。でここも絶対そう、読みウッドで防衛しつつが絶対来るかな。今これは、あー待って、マスケティーヤティーヤティーヤがやばい。でもあれバカでどっか行っちゃうからこれやばいですね。持ってない、待って、やばい。あー、なんとか耐えた。待って、いっぱいいるから、もう行っちゃう。もういっぱいいるから行っちゃって。いっぱいいるから、すごい。こんなんでいいや。ワンチャン？あ、待って、耐える。わかった。これ、もう、やばいっすね。本当に、ゴリ押しなんですけど。結局、これでも勝てるからいいんすよね。まあ、最悪、ホグの防衛は、ワンチャン危なかったらフリーズでね。アイゴルホグとかしてきたら、まあ、危なかったら、フリーズで止めて、からのなんかコウモリとかギャングとかでも全然いいんでね。まあ、フリーズは結構防衛だったり、まあ、攻めだったり両方にどんどん使っていいかなと思いますね。意外と普通にバルーンとか出さなかったら平均が 3. 何ぼだろう、わかんないですけど、まあ、3.3 とかなるのかな。まあ、結構回転早いと思うんでね。はい、ぜひぜひ、まあ、こちら使ってもらえたらいいなと思います。というわけで終わりにしたいと思います。で、よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。